チャーブルホースです。ということでやってまいりましょう。めっ。相変わらずマージであれなんだよな。ないんだよな。え？オッケー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 。え？今すり抜けたのか？ちょちょピギペッテペッテッテペッテルッテッテペッテ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 ッヒュー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 赤コイン？あれ赤コインってこの中にいっぱいあるんだっけ？やばいやばいやばい、あ違うな、そういうわけでもないのか。チェルチェちゃん赤コインをとりあえずめんどくさいから取っていきましょう。ファッションショー、そんなことが起こるんだピアー。ちょっと俺の思ってた世界と違うちー。おい。ああ、なんだ、キノコか。なんだ、ただの、体力が回復する一物か。じゃあもうここに行っちゃったから、もう内部行きましょうか。チュルチュチュンチュルンチュチュンチュチュチュンチュチュン、バンバンバ。あれ、どっちに行くのが正解？もう久々にね、行くとね、もう本当にね、わかんないんだよね。どっちがどっちだったっけかな。この行こうと思っている先にさ、なかなかね、たどり着けなかった。じゃあ、行けねえし。うん。はい、こっち。仕方ない。内部に潜入して、ミッションイメディオ！ドゥン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 。マジですごいんだよな。こうさ、なんか運転でさ、僕、この片手でさ、しかもさ、これよく食ったらさ、手をさ、鉄で掴んでるってことだろ。滑りもついてんのかな。こんなさ、ついてるついてる滑るに決まってんじゃんっていう話ですから、これをなんかね、スッといける、やっぱマリオって腕力もえぐいしさ、やっぱヒゲの力って偉大だなって思ったりするんですよね。ということで、逃げる逃げポン逃げ逃げポンポン、コインが欲しいけど、とりあえず今は命からがら逃げ切れた。こう思うじゃん。くる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 って。逃げ切れてはいるんだよ。逃げ切れてはいるから大丈夫なんだけど。いや。オッケー、チャラチャラチャラ。そうなんで、これね、進んでいく先にね、何があるかっていうのが全くないからね。チャラチャラチャラ、危ない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 。静電気、ビリビリやろう、静電気、静電気マン、静電気マン。なんかあの、ビリリ玉とピカチュウが合体したみたいな見た目しやがって、どっちも顔似てねえんだけどな。でね、よいしょ、おう、ジョイン。くる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 。おおおおお、はい、相撲は俺の勝ち。土俵を抜けてったら貴様の負け。あっ、さあ最後最後、慎重に慎重に。これでピラミッドの内部はオッケー。パラパパッティッティキュービクー。とりあえずどこまで行くかだよね、この今回のパートでね。68個セーブして続きます。まみーや。まあでもね、ぶっちゃけね、この帽子のない状態のマリオに負けたらね、ほんとクッパ何してんの、情けないよっていう話なんだよね。まあ、70個取ってみて、時間を見て、よし、じゃあこれ最後まで向かっていきましょうということであれば、まあ、最後まで向かっていって、で、あれですね、まあ、いけるようだったら、もうエンディングまで、もしかしたらこれがラストパートになる可能性はあるかもしれないけど、まあそうなったらそうなったで、その時はその時でね。だってさ、はい、本日はラストパートにしていきたいと思いますみたいなことをさ、偉そうに言ったりとかするけど、マジでラストパートになるかどうかがわからない回って、今回が初めてかもしれない。そんなことも言いながら、こっちに進んでいきましょう。こちなみに、はぁ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 ってなったら、あれかな、体力の3分の1、じゃあ3分の2くらい持ってかれちゃうのかな。まあそんなことも言いながら、ドンケツがこっちを見ているドンケツ。お尻やばい、ドン。なんかちょっと割れ目が見えた。お尻の割れ目。お尻の割れ目、雨あられって。で、こっち向かってって、で、ぴょんぴょんぴょん。浮島の黄色いコイン。普通のコイン、ゲッチュッチュー。で、ひゃ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 。はい、せいなら、君の相手はしてらんないです。なんか、あれだね、やっぱゲームってさ、ちょっとずつ遊んでるとさ、うまくなっていくものなのかなと思ったりもするけど、これちょっと微妙だな。あー、なんかよくわかんないけど、おー、スッといったら、キャラパパッティリッティ、指、おー。ってことで、まあ、OK でしょう。まあ、こんな感じでどん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 進んでいければ、もうそれで問題ないかなというふうに思いますんで、さあ、ラスト1個のスターを取って、私は、あなたから、旅立ちます。誰だよ。誰から旅立つんだよ。ウィー、パパッ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 。
さあ、どこだ？メタルでダッシュ、トゥル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 。メタルでダッシュって言うけどさ、どっちに向かっていったらいいのかわかんないダッシュなんだよね。これ、うわー、なんか生み出されていく？こっちでいいのかな？そもそも進んでいる場所が間違っていたとしたら、もう本当にごめんなさい、痛いでしょー。今ちょっと炎にやられるかなと思って、ちょっとビビってたんだけど、あれ、ここじゃなさそうだな。ここ、おうおうおう、シュル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 。あ、ここで合ってんのかな？うわー、じゃばばばばばばん。ここに入ると、てるてるてる、死ぬ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 、誰かのおなら、誰かのおなら、誰かのおならで死にそうです。へえ、かまされてる。さあ、この迷路をくぐり抜けていくと一体どうなるのか。チュチュルチュって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 
これでクリア。あー、なんかあのネズミのようなあのよくわかんない顔をしているコウモリちゃんがこちらに飛んできたけど、まあ同じ哺乳類だから顔はきっと似てるでしょう。めっちゃ登っていくわん。そして行った先になんとスター、え、これなのか。ごめん、ちょっと急にテンションが下がって申し訳ないんだけど、なんか違う気がするんだよね。で、君一体どこ掴みながら進んでるの。まあ、そんな小さなことは男の価値が下がるので気にしないで、どん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 進んでいきましょう。さあ、勇気ボーイ、あなたのスターをよこすのです。70個ゲットできたらそれでおしまいなのです。ちゃっ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 ちゃ、煙迷路の非常口。ああ、なるほどね、なるほどね。よっしゃ、来た。ちゃっ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 ちゃ。さあ、外しない体の謎が、クッパかなり焦っている。さあ、最後の戦いだ。さあ、このゲームのいいところはですね、120分の70個を手に入れることができればですね、もうあのラスボスをぶっ倒すことができるというですね、まあ、120個を集めることができれば、まあ、確かにヨッシーと戦うことを、ヨッシーと戦うことはできないですね。ヨッシーと会うことができて、残機が100個になるということなんですけれども、まあね、あの120個のスターを全部取ったところでね、もう一回スターを取り直すなんてこともないから、なんかあの、今更残機100個になったところで、結局ね、あの、木が減っちゃうからさ、あの、ステージの、あの、やり直しは全部ね、もうね、あの、免れない事実なんですよ。そんなことでね、今更100機にね、増やされたところで、何の喜びもないわーっていうね、大人の事情がある。昔はなんかさ、こうさ、あの、木を増やしていくことがすげえ喜びというかさ、全然登れるんだけど、むかつく。そう、うん。っていうこともあったりとかしたけどさ、あの、バンジョとカズイの大冒険とかもやってた時にさ、あの、チャーチャラチャチャ、ニューっていうのでさ、9個とか集めたりとかしてたけどさ、別にさ、死ぬのがさ、結局さ、そのステージの最初からやり直しになるんだったら、木とかいらなくねみたいなね、そんな、ちょっと待って、あいつさ、実はこいつが持ってんじゃね、お兄さんとおしゃべりしようよ、チャラチャ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 、あ、絵に飛び込む。チャラチャチャチャラチャチャ。30個でちょうど収めようと思っていたのに手が滑ってしまった。ごめんなさい。71個ヒービー。セーブします。まあいいでしょう。71って確か割れない数字だもんね。いい数字じゃないか。本当に？本当に割れない？だよね。うん。4でも5でも6でも7でも13でも割れないはず。13で割れるのは91です。あー。最高。テル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 カメラワーク、逆チーノのこっちを登ってって、さ、ビリビリしないようにピョーンと飛んで、さ、ここに出てくるあいつは、やばいよー。まあ、そういうこともある。そういうこともあるから、気をつけてね、じゃあもう普通に無難にこうやって、チューシュー、オッケー。あっちにまともに行ってらんないからね、赤コインが必要な人はあっちから行ってください。私は赤コインに全く興味がありません。興味があるのは青コインだけですと。ちょってね、これを走るときにいつも思うんですけど、重力ってどうなってるのって思うわけなんですよね。ブーさあ、加速。会いたいんです。誰に会いたいかって、奥様大好きメガレンジャー。
るく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 る、ハートもくるくる、私のお目目もくる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 、そしてこっちピョンといって、まあここ確かね上の方にくるくるっといけた予感も、気温するんだけど、私の技術では到底並大抵行くこともできないので、とりあえず、正規ルートをたどっていこうというふうに思います。ここで火がプー、そして電気タイプーと電気炎が交わる、そんなタイプはポケモンにいたっけ、電気炎っていたっけ。多分ね、あのブラック以降で、ブラックホワイト、ブラック&ホワイト以降でなんか あるような気もするんだけど、あーちょっと待って、オッケー。でもね、僕ね、残念ながらね、ルビサファイじゃなくて、その後のあのダイヤモンドパールとあのプラチナを一番やってね、その後、ぶっ飛んでぶっ飛んであのバイオレット&スカーレットの方に行っちゃわったからな、残念ながらね。はい、バイオレット&スカーレットをやった身からすると、そっちに行くの？どこまで落ちるの？すーげー落ちたし、死にかけてるし、まあこのくらいのハンデがあった方が面白いでしょう。すげー落ちたな。私は常に強いものの味方です。なんでそんなとこ、マジで。だってさ、まあ、真っ直ぐ飛んでってたじゃん、完全に右斜め上に飛んでってたよね。どういうこと？もうよくわかんない。もうマリオって難しい、ほんとヌルヌルしやがって。よいしょ。ということで 100? ペペ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 ペ。だが負けてもくじけない、どうせクッパは3分でお亡くなりになるのだから。うわーすね、って絶対誰かに操られてるよね。あんたさ、くじけてもくじけてもさ、大魔王自らがなんか手を変え品を変えさ、ピーチ姫をさらってさ、キャッキャイフフイチャイチャをしようなんてさ、思わないもんね。絶対なんかの性欲をコントロールされてるんですよ。あ、てかちょっと待って、なんでハイハイするんだよ。でもさっきんじゃねえ、さっき飛ぶっちゅうの。おらおらおら、オッケー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 。そう、このぬるぬる加減がね、ちょっとね、マリオ、スーパーマリオのね、まあもう前回パートで言ったからいいや。ぬるっとしてるからね、マリオのね。どこかとは言わないよ。うん、あ、どこかって言うか、操作性です。いっ、いっ、ちょ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 、ジャンプしたら弾かれるとかいう、そういうなんかちょっと難しい性能。ダッシュします。ふいっと、燃えるとややこしいからね、めんどくさいからね。ピッ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 と、オッケー。踏んでピョイと飛んで、ハートくるくる、ミクルクル、合わせてくるくる、もコロコロ。もう言ってることがよくわかんないよね。うん、わかってる。言って、喋ってる自分が一番よくわかってないからさ。こっちの方がわかりやすいわ。ちょ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 、ほい、登って、よいしょ。で、このまま矢印がいつの間にか反対を向きます。ほい、プッ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 プ。で、どっかでチュドンと爆発。よいしょよいしょ。こうしといたらいいんだな。ここって向いてるのになぜかさっき右斜め、日よしこちゃんの方に行ったからね、よくわかんないよね、ほんと。よいしょっと、よいしょ、ちょっと慎重になって、今です。あー、これちゃんといけたね、まともにね、まともにぴょんぴょんいってた、ぴょんぴょんぴょんきちぴょんきちーてい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 て、くる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 っと、ちょっと待ってね、ちょっとの助走距離はいる。オッケー、でもう一個行きましょう、こっち向きのファイヤー。さあ、来たぞー。お前だけにトゲがあると思うなよ。俺は正確に何ありトゲや100だぞ。さあ、任せろ、クッパ。お前を一撃で沈めてやろうじゃないか。爆発だ。じゃーん。ちょろちょちょ。帽子のない防御力の低い私にやられるが、グッハッハッハ。あらら、いつの間に来た？どちらにしろ我が輩の炎の餌食だ。どれだけスターの力を借りても我が輩にかなうわけがないわ。マリオ、貴様のお友達もみんな壁の中さ。ピーチちゃんも渡さんもね。行くぞということなんで。よいしょ。おう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 。よいしょ、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 おめえ、そんな卑怯な技、いつの間に覚えてきたんだ。ちょっと待って、ちょ。くる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 、炎が来てる。炎、あっちー、やばい。オッケー。ちょっと待って。うん。じゃ、逆というか、逆どころかなんかもうわけわからんことになってる。ちょ、来い。ここまで来るのかな？ここまで来るのかな？ここまで来るのかな？残念でした。また来てね。あー、これ
なんちゃって。あれ？オッケー。よいしょ、よいしょ。これさ、ちょっと待ってね。ちょ。尻尾握られたらあれなんか、交わってんだよね。オッケー。もう一回。くる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 。よし、ちょっと待って。ちょっと待って。どこだ？あった、あっちだね。よし。ふい、ふい、ふい、ふい。引っ張れ！さあ、ちょっとずれた。あー、惜しかったな。落ちていく？まあ、いずれにせよね、こいつ削られていくから、運命だからさ、ジュイーン、ジュイーン。いや、おぉ、ちょっと、あ、いて。ほい、オッケー。で、また交わりんこでー、でー、でー。あ、ちょっと待って、危ないよ。危ない。ほっ、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 ほっ。これで勝てたら、これで勝ったら、もうあれですよ。ほんと、スーパープレイですよ。ちょっと待って。オッケー。さあ、行くぜ！お前の全てを、ここに溜めてぶち込んでいけばあるよ、いけーディアー前言撤回やり直します。おし、ほん、ほん、ほん。スマッシュだ、シュタムキ、キックエンド。あ、ちょ、キックエンドタムキ。ちょっと待ってね。遠すぎる。走っておいで、走っておいで。ドン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 。ふう、こんな単純な手にも勝てないとはな。はっは。お前がこれ、カメじゃねえや、クッパ軍団を率いてると思えば、カメックは情けなくて、もうこのゲームには参加しましぇんってやつですよ。ほい、3、2、1、発射！バイバイ！ガチ！え？ちょっと待って、ちょっと待って、お前、ちょっと待ってね。あれ？そんなこと。あ、待って。あ、予想外です。予想外の展開です。ちょっと。そして待って、また、ちょっと待って、B ボタン押してないよ。B ボタン押してないのに、ちょっと待って、なんでこんなギリギリの戦いを強いられているんですか？あー、危ねえって。ほいよ、ちょっと、オッケー。とりあえず回そう。とりあえず回してから考えよう。とりあえず分回してから考えよう。ほい。ちゃ。ほ、ほ、ほ。うわー、ずれたー！くそ遅かったー！あったー！なんだ、この画面は。ほい、よいしょと。オッケー。さあ、ちょっと待って。あったあった。もっと回さなきゃいけない。もっと回そう。ほい。よし、オッケー！今度こそ、こっちこそ。ギョギョ。もう、2って4発？あれ？ちょっと待って。ラスボスって3発だったよね。またコインでも貴様の価値もあるよ。貴様らは若いで世界に一番負けたくない奴なのに、せっかく仲間にしたモンスターたちの仲間もなくなり、なくなりはちょっとあれだな、力もなくなりですね。なくなりだけだったらなんか死んだみたいな、まあ死んでんだけどさ、そのままではまた我が輩の大嫌いな平和を持っちゃおうではないか。なんで混沌を求めるんだ貴様。むむ、しかしこのゲームはまだまだ終わらんぞ。みんなでその仲良くエンディングを見るんだらが、いいやつ。仲良く集まってくださいって。これで72個目のスターになるのかな？っていうことだよね。あ、違う？これで72個目にならないとかってそういうオチあるの？ちょ、はい、最後のスーパースターの正体は、実はですね、はい、羽帽子だったということで、いや、マジで焦ったね。もうさ、これ、ほんとマジで神じゃない？超ギリギリの戦いをさ、強いられた上にさ、あれ、3回目の爆発やったらさ、あれ、星に戻ってこなかったら、あれなんだね、4発目、5発目って当てなきゃいけなくなるんだね。まあ、4発目で何だか倒したからよかったけどさ、ああ、マジで焦ったし、ビビった。ああ、ほんとに。もう今ね、足元がおしっこだらけです。汚ねえ。まあ、ということで、
予期していませんでしたが、はい、なんとかラストパートに、することができましたと、はい、絵の中に閉じ込められました、ピーチ姫は、スーパースターの力のおかげで、なんとか、具現化することができたということで、はい、平和でございますね。あ、その角度は見えちゃいますよ、ピーチ姫。大丈夫？ってか、スカート自体がそもそもスケスケなのよね。なんかいろいろとふわふわしてるけど。中でふわふわしてたのは、もしかして紐パンなの？あなた。随分とエロい服着てますね。はい。まあそんなことはどうでもいいんだけどさ。ところで皆さんさ、ピッチ姫のリコ好きっすか？例えば、そのお目目パッチリなところがいいとか、被ってる王冠がセクシーとか、ね、僕意外とね、唇が結構エロいなって思ったりするんですよね。ちょっと待った。おい、帽子なかったべ。どっから生やして、そっか。あのスターの中に実は帽子をかぶしてた、隠してたってことだったんですね。急に英語喋るやん。びっくりした、今。がっつり英語喋ってはりますやん。And it's all thanks to you. Oh, thanks to you. Thank you, Mario. Something special for you. Special for you.お花ってところがなんかね、微妙なんだよね。ちゃんと唇にしてあげなきゃさ。それでテンション上がるマリオって、もうこれであれだよね。だいたいあれだよね。ご主人様と奴隷っていうのがなんかこうね、決まってそうな感じがするって。でも、フォーメアルよっていうところが可愛いね。うん。マリオのためにってところでね。うん。ところで一個聞きたい。この後ろのどこに台所があるんだ？そもそも居住スペースあんのか？メアルよ。またキノピオカッチカッチやったけど大丈夫。はい、ということでね、いろいろとまあなんかごちゃごちゃうるさいこと言ってるんですけれども、最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。もうクッパとの死闘を繰り広げた私に対してですね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンでもうね、あとコメントでね、よくやったって残していただけたら、もうこれ以上嬉しいことはないんでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたしますです。はい、ちなみにここのスターを取っていなかったとしたら、あれなのかな、金色のスターのままなのかな。あ、ちょっと緑になってるけど、あ、怖いやつがいる。はい、で、まあそんなことも言いながらなんですけれども、今平行で、まあゼルダの伝説時の狩りのも終わり、スーパーマリオ64も終わり、で、まあ、マリオカートで非常に苦しんでいるところではあるんですけど、マジであれつらい。ということで終わったので、マリオもゼルダも終わっちゃったから、まあ、新しいマリオとゼルダをね、まあ、ちょっと収録でも進めていこうかなと思ってます。で、予告としては、まあ、マリオがね、まあ、マリオカートやってるから、マリオ、まあ、継続してるし継続してるんだけど、一応、マリオストーリー、まあ、ちょっと長編の動画になりそうかなとは思うんですけど、マリオストーリーをやっていこうかなと思います。全く覚えてないからね、僕ね、もう、多分、小学生以来やってないんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあまあ、そんなことも言いながらも、マリオストーリーを、やっていくのと、まあ、そろそろゼルダの伝説、ムジラの仮面もね、始めていこうかなというふうに思ってますんで、あとは64のゲームでいくと、どこだろうな、どこで受けるか分かんないけど、ヨッシーストーリー、ただ、あれね、むしろトラウマゲームなんだよね。あれ難しすぎるからね。メロン縛りとかそういうのをやらずに、シンプルに、6×4 の全てのマップを、クリアしていくっていうもので良ければ、普通にヨッシーストーリーやっていこうかなと思います。ハイスコアを狙ったりとかっていうのをやってったらもうキリがないからね。はい。ただ、4のなんぼみたいなさ、ジャングルのステージとかが結構トラウマだったんだよな。うん、4、5あたりがトラウマかな。もうあんま覚えてないけどね、1、2、3くらいまではそんなに難しくなかった。いや、そんなこと言って、ガチで下ったらもう終わりだから、はい。まあ、とりあえず、ヨッシーストーリーも、まあ、気が向いたら手を出してみようかなというふうに思ってます。え？罪と罰はどうなったって？ポケモンスナップもどうなったかって？まあ、いずれあげるとは思います。はい。いずれあげると思うんだけど、まず、このゲームを、てか、この場をお借りして、めっちゃ謝罪したいのが、ほんとごめんなさい。まず、ほんとにごめんなさいっていうのがまず1点と、で、何が起こってるかっていうと、罪と罰で、マジで難しすぎて、まあ、難易度下げたら、なんとかいけるんじゃないかなと思うんですけど、裏で、収録が終わったところまで戻そうと思って頑張ってるんですけど、いまだにそこまでたどり着けないの、普通に。いまだに普通にそこにたどり着けないで、コンティニューができる回数がマジグリグリに少ないままの状態になっちゃってるから、ちょっとそのまま進めるのが今難しいと。で、ポケモンスナップに至ってはマジで事故ってしまって、初めて収録をした時にですね、まとめて、今上がっている状態のものを全部パパ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 、って撮ったんですよ。そしたら、セーブがあれ必要だったんですね。セーブしないままやっちまったから、徐々には戻してるんだけど、全く違うデータになってしまっているという状態なので、まあ、普通にゲームをする暇がなくって、もう収録イコールゲームみたいな状態になっちゃってるんで、はい。あれ、Thank you for playing my game って言った、今。ここで、カッチカチで終わりなのかな？はい。
ということなので、まあ、いずれポケモンスナップ罪と罰も、失踪したわけではなくて、まあ、裏でそういう事情があるということだけ、ちょっとぜひね、ご理解いただけてたら幸いでございます。ということで、スーパーマリオ64、無事、スター71枚、中途半端な数だったんですけれども、はい、最低限の、枚数でね、クリアをすることができたということでね、はい、応援の意味も込めて、コメント、チャンネル登録、それから、高評価を押していただけたら幸いでございます。ということで、また次回ね、別のゲームでお会いできたら幸いです。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回のゲームでお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。